加藤学園幼稚園は、静岡県沼津市大岡1979にある、私立幼稚園で、国内でオープンプラン教育及び英語イマージョンプログラムを導入した最初の幼稚園である。設置者は、学校法人、加藤学園。基本的に3年保育である。沼津市大岡の加藤学園自由が丘キャンパス内に、高等学校、初等学校、幼稚園が点在している。 その中に幼稚園専用の園庭があり、基本的にはそこを使う。ただしスポーツでいほか、全園的な活動の際は、加藤学園高等学校のグラウンドを使うこともある。なお幼稚園に限らず、加藤学園系列校はすべてプールを設備していない。幼稚園では、組み立て式のプールを保有しており、下記の保育ではそれを使用する。 救援者のかまぼこ型三連屋根鉄筋2階建てで、かまぼこ型の三連ドーム屋根が外見上の最大の特徴である。開園時から現在までに2度の増築が行われている。一般的な幼稚園と同サイズの保育室が9室とオープン型保育室が2室、体育館健康道ホール等がある。オープンルームは一般保育室の4倍程度の面積があり、ここに年中暮らす。 年長クラスが同居する。なお、レギュラークラスの英語の活動時間は隣接している。系列校である、加藤学園、赤月州諸島学校の英語演習室を使用する。なお、現演者は開園以来の建物であり、老朽化とエンジン像による教会化が進行し、また、教育体制の変化による部屋配置の不都合が、顕在化しているため、平成23年度中の完成を目標に、 園舎の全面建て替え計画が具体化した。このため、平成23年夏に、救援者は取り壊された。解体工事着工1週間前の7月9日には、卒園児と、その保護者、元教職員を招いての、さよなら園舎の会が設定され、開園以来の園舎の名残を惜しんだ。なお、平成23年に学期以降の建て替え工事期間、約半年間は、加藤学園、 赤月州諸島学校南隣に設けられた仮園舎で保育が行われた。新園舎の内保育室群が入る部分救援舎解体後の敷地に建設され、平成24年3月下旬に竣工、平成23年度卒園式より使用開始予定である。現園舎と比して建築面積はほぼ同じであるが、床面積は若干増える。建物は2棟で構成され、 どちらも鉄骨造り2階建てである。保育室群と職員室等管理部門が入る建物は、室数等は基本的に減塩者と同じ構成であるが内廊下を廃止、オープンテラス式になる。このため各保育室等の面積は減塩者のものより若干広くなる。また2階の各室は最大2階層分の天井口が確保され、さらに天窓も設けられるため、 かなり開放的な空間になる。現在の遊戯室部分は別棟として建てられる。1階には未就園児クラスである子育て支援センター父の部屋と倉庫が配され、2階に現在の遊戯室に相当する空間が確保される。なお、遊戯室棟と保育室棟は2層の連絡通路で連結される。 この連絡通路を含め、新園舎の通路部はすべてオープンテラス式だが、悪天時や安全確保に問題なく対応できるよう、ガラス戸で密閉できる構造である。天地工のガラス戸であるため、全平時でも明るさや眺望は確保される。通園送迎用バス用地沿線用の通園バスを5台、保有し、そのが所在する沼津市内を中心に一部が隣接の、長泉町、清水町、 三島島で10系統で運行している。1系統の運行時間は30から40分ほどである。ただし、各系統とも片道経路になっており、また最初の乗車場所は、そのから極力離して設定しているため、実際に園児が乗車する時間は最も長いケースでも30分未満である。利用に際しては、前年度に利用の申請をし、 実費程度のバス代を保育料とは別に負担する。バスロケーションシステムを導入しており、保護者は利用するバスが現在どこにいるかを専用ウェブサイトにアクセスすることで知ることができる。また園児が乗降するポイントにバスが近づくと保護者の下へバスが接近した胸の E メールが自動配信されるほか、運行日延が発生した場合やイレギュラーで運行経路を変える場合等も適宜 e メールが配信される。このほか、そのバス間の連絡手段としてアナログ無線を装備している。創造性豊かな人間への基礎づくりを保育目標として掲げ、早々期からオープンプラン保育を国内の幼稚園では初めて取り入れ実践している。具体的には、ノングレードノンフォーマル保育であり、従来からの幼稚園とはこういうもの的な形式や区分などは廃止、 自主性、創造性、個性とともに互いを認め合う心を育てていくことを重視している。一応20から25名程度のクラス編成はされているが、保育時間中は基本的にクラスの区別をせず活動している。年少時は初めての集団生活なので年少時専用の保育室が用意され、各クラスに割り当てられている保育室間の仕切りはアコーディオンカーテンである。 普段はこのアコーディオンカーテンが開放されて、クラス間の物理的、人的時期を排しているのである。また、年中、年長時はそうした物理的な壁が一切ない、オープンルームに同居しての保育が行われている。このため、オープンルームは、一般的な幼稚園における、保育室の4倍ほどの面積である。かように、ノングレード教育は、 年少側の園児は年長園児の姿を普段から見ているために向上心が湧き、一方年長側園児は普段から年少園児の面倒を見るなどするため、思いやりやリーダーシップが育てられる効果がある。一方、ノンフォーマル教育は結局のところ、園児間の壁、園児、教師間の壁、年齢の壁等を物理的にも、心的にも廃止。 また園運営上の都合でしかない形式や区分も廃しているため、園児は自由な発想をし大きなポテンシャルを発揮することができる。さらに、互いを認め合うイコール個性を尊重し合う心が醸成されるのである。なおかつて年長時は、系列の加藤学園、赤月州初等学校内に保育室が割り当てられ、初等学校1年生とともに幼年部を形成して、 保育をしていた時期がある。平成6年より定員を増やしクラスを増設して、英語イマージョンプログラムを国内の幼稚園では初めて開始している。加藤学園内では幼稚園から初等学校をさらに中学、高等学校へ続くバイリンガル教育体制があり、その中でのアーリーイマージョンを担う。一期生はすでに大学生である。幼稚園における手法は、ハーフイマージョンである。 年少年長、各2クラス計6クラスを2分け、午前、午後で各サイトの演児を入れ替える。日本語サイトでは日本人教師が保育をし、英語サイトでは英語母語教師1名と日本人教師1名以上が保育を行う。英語サイト内では話し言葉書き言葉ともに、英語以外の言語は一切使用されない。また、前園的な活動では日本語と英語が使用され、園から園児、演示。 保護者への配布文書はすべて日英二カ国語表記である。なおこのプログラムは、英語圏諸国出身の在日時や、帰国子女の受け入れも想定しており、実際にそうした園児が一定数在籍している。また、日本の法律に基づいて設置されている、幼稚園で認可されているプログラムであるため、インターナショナルスクールのように卒園資格が得られなかったり極端に高い保育料の負担はない。 体育教育は外部より専門講師を調整して行われている。保育内容はこの講師が企画をしている。また合わせて学園内の教員によるリトミックの時間があり、体育教育の一環として行われている。また、加藤学園全体では日本文化を通しての上層教育に力を入れており、幼稚園児にも外部の専門講師による作動や稼働を体験させる機会がある。 加藤学園内の上級校である、加藤学園、暁州初等学校さらに、加藤学園、暁州中学校、高等学校と本園とで一貫した教育理論とそのため段階的実践手法や日々の検算があり、一つのラインを形成している。しかし各校間は、それぞれの付属学校ではないため、本園に入園したことをもって、高等学校までの進学を保証されるものではなく、 各校入学前には外部志願者と同内容の然るべき専攻過程を経る。ただしそうは言ってもやはり加藤学園のメソッドで保育を受けた園児たちであり。それは上級校が求めるものと合致するのであるから、園児、保護者の理解や慣れ親しみとともに外部生より優位性はある。募集されるのは3歳児を対象にした3年保育の園児である。 年中からの編入は縁側にその余裕がある場合に限られ毎年多くても数名程度しか受け入れていない。なお本園が所在する地域は本園に限らず3年保育が主流である。20から30名程度を一単位にした集団行動観察と三者面談を経て入園者が決定される。なお募集はレギュラークラス、英語イマージョンクラスを分けてされる。 英語イマージョンプログラムは主眼者の個性により向き不向きがあり、その時点で向かないと判断された場合は、レギュラークラスへの転校入園を推奨される。この場合その園児は、レギュラークラスに在籍しつつ英語イマージョンクラスへの転校を待機している園児としての扱いとなり、実際に転校するケースもある。なお向き不向きとは、能力の優劣ではない。ありがとうございます。